ここからは言えば言うほどです。はい。入場料六門さんからいただいております。天皇皇后両陛下は今日からパラオ共和国を訪問されます。太平洋戦争までパラオは日本の統治下にあった島国でしたが、その時の統治手法や教育インフラ整備などに対するものから親日的な国だと言われております。両陛下は一泊二日、宿泊設備も、護衛艦の船長室とかなり強行日程なんですが、太平洋戦争の激戦地ペリリュー島を訪れられ、日米両国の戦死者の慰霊の祈りを捧げられる予定でおられるとのことです。本来でしたら10年前のサンイパンでの慰霊訪問に際してパラオも訪れられることを希望されておられたそうですが、その時はパラオ側の受け入れ体制が整わないということで見送られていたといういきさつがあります。両陛下とも高齢で護衛艦でのご宿泊など無理を通してのご訪問はこの機を逃してはという お心なんでしょうかね。パラオでは日本兵だけで未だ2000の戦死者の遺骨が眠っていると言われています。両陛下のご訪問で戦争の犠牲者の方々の、御霊が少しでも和らげられることを安らげられることを、願いたいと思います。小牧のピンクレディさんからもやっぱりそういうことですね。非常にこの戦没者の慰霊を望まれるというお二人の強いお気持ちが伝わってきて頭が下がる思いであります。お二人とも80代になられてからですよ。よくね、来ますやん、はい、やっぱり私もちょっと海外行った時なんかも隣にいた老夫婦の方がおられましたけども、これかなと。それ多分ね、フィリピンかどっか行く、ごめんなさい、フィリピンかどっか行く時だったんですけども、うん、その聞いてみたら偉そうなやつ聞いてたんです。海外旅行初めてですかとか言ったら、いやもう若い頃ね、ヨーロッパとかね、アフリカとかそういったところ行ってて、アジアは初めてなんです。年取ってからは遠くへ行けないので、はい、そこを残しといてずっと若い頃はずっと遠くへ行ってました、はい、でもこの年になったからさあアジアということで初めてなんです。いろいろ教えてくださいねこんな人に教えることあるかと思いましたけどねえ、そういうもんですよ、はいはい、なかなか年がなってくると、うん、海外旅行というのはね、まあ楽しいっていうより もう奥な部分も出てくるという、はい、海外旅行という旅行という楽しみでもしんどいのに、うん、慰霊という責任を持って、はい、国の代表として行かれるというのはどんなに大変なことかというね、はい、それはもう後まさに頭が下がる話、ね、ただそうですね、だからさらに強いご希望でもってっていうところで、うん、ご自分でも行きたいっていうこと、あんまりそういうことをおっしゃる方々では昔なかったところが、うん、割とその希望でもってっていうところで、この時期に行かれる、ここ最近やっぱりその慰霊のために訪れてってご希望でっていうことが非常に多いので、はい、どういうお気持ちでいらっしゃるのかなっていう、うん、体はだってしんどいわけでしょ、うん、きっと。この頃ね、うん、両陛下のね、言動、うん、おっしゃることと行動は、うん、なんかね、すごく手に取るようにと言いますかね、非常に具体的なものが伝わってきますね。いわゆる東日本の震災に対する思いであるとか、それから戦争に対する思いであるとかというのは、非常に私ね、強いものを感じますし、先の戦争が、例えば、この国体を維持するために、天皇陛下のためにと言って死んでいった、まあ、形はどうあれですよ、はい、本当はどうあれ、形はそういう形やったんですか。陛下のために天皇陛下万歳って死んでいった戦争のことを思うときに、陛下の心に一体何があるんだろうというのはね、うん、非常にいろんなことからね今感じられる、気になりますね、ということです、三河みどりさんからも、ダイビングで訪れた時パラオに眠る、御霊に手を差し伸べたいと思います、パラオでパレオはダメよさんからも、パラオという国が注目を浴びてまた観光が増えるといいですねと、うん、慰霊という意味でも
訪れたいところではあるなと思いますね、はい、でもいいとこ、楽しいとこみたいです、うん、日本人の名前の人たちいっぱいいるみたいですね、うん、日本人か、日本関係なくても日本人の名前とかがいっぱい残ってたりなんかして、うんうん、陛下と僕と気持ちは全然また立場も全然違うかもわかりませんが、今こういう揺れをして回りたいんだという陛下の気持ちはね、まあ私事ですけども、うん、長らくやってるとね、はい、リスナーさんの中で亡くなられる方が、はい、この番組でね、多いんですよ、うんはい、私本当に休みを取ってね、うん、そういうリスナーさんたちのそういう仏壇の前に行ってみたいという気持ちが非常に今ある。お参りしたい、うん、でずっと回っていくという、うん、思い出すだけでもいろいろね、はい、うん、海さんなんかも4月命日ですよ。的場くんなんかも4月命日であるとか、うん、思い出すだけでも、江名の船長さんとかね、いろんな方がね、亡くなっているんで、はいはい、ああ、という、この番組やってる間になんか、うん、番組で知り合った人はという気持ちと、陛下の気持ちは全然違うかもわかりませんが、うん、何か、いやでも、ね、心の整理とか、亡くなった人に対する思いとかっていうのはね、猫は一緒だと思いますよ、うん。というようなね、うん、緑のビニール傘さん、サイパラさん、パレオの水着さん、いろんな方からいただいておりました。